エトラごとなら色を切らした、声を聞こうと両耳を塞いでいる。叫び散らした現象と誰かが濁した行動、左翼を食らった心で調べが歪んでいく。あの空は遠く色づいている、見間違うことのない茂る首は問いかけですか、それとも声を聞く気すらないのですか。やじもがて